はーい、こんにちは。今年の目標、新社会人の方に優しくってことで、ちょっと夜も配信を出していこうかな、みたいな試みを考えてるっていうのは、建前。本当は、7時に起きた、19、07じゃなくて、行く。で、普通はショート動画見るやん、起きたら。ショート動画見て、ニヤニヤしてたら、お母さん帰ってきて、で、ご飯、クソほど食べて、ご飯食べたら眠くなったから、ちょっとベッドで横になって、風呂入って、散歩して、いつもより遠めのコンビニまで散歩して、コーヒー飲んで、今。初見です。今日から変態さんが垣間見えました。なんか X に人工知能入ってない？グロックね。あれで SQLA について教えてくださいって言ったら、なんかいきなり英語でロサンゼルスのなんちゃらとか言い出したからもうやめた。英語得意よ。TOEIC 合格したもん俺一発で。TOEIC 一発合格しました俺。ははは。ん、ん、ダウト。TOEIC ってなんで1000点じゃないのあれ。なんで990なん？キモくね？TOEIC の出題者が英語やりすぎて数弱になってるみたいな。でも日本語を勉強する立場じゃなくてよかったなと思う。日本語上手い外国人はマジですごい。あまりにも難しすぎると思う。だからもう俺なんかはその日本語を体現してるじゃないですか。もう日本語そのものみたいな存在やけどさ。それでもやっぱ思うもん。あ、日本むず、危な、むず。もう俺日本語を体現しすぎてもう俺、わびさびっていうあだ名ついてたからね。高校の時とか。わびさびくん、わい男子だもんね。いやいやいや。何がやねん。はがれんは、はがれんだろうが。バカが。ガチで俺、はがれんの読み方、さくちゃん派なんやけど、異常なん。いや、小森目と氏も、そっちじゃないんだって。メッサンが味方ってのはすごいことよ。小森目とは、かつお節生きてるって思っていた女やぞ。だからそんだけかつお節生きてるっていうのを信じて疑わないぐらいピュアな心の持ち主がハガレンって言ってんのかよ。ハガレンだろうがよ。どうせみんなは、人に言わせなきゃ、みんながハガレンって言ってるからハガレンって言わなきゃ、ハガレンって教えられたからって言って、いろんなものをもうファンデーションやら日焼け止めやらもう塗りたくて塗りたくてもうペタ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 貼って、そんなんじゃない、原石が輝いてんだから、メスさんは。はい。剥がれ見たことないけどね、俺。だから別にそんな愛着もなく。違うねんな。ハガレンをやってた時、俺中学生やったんすよ。で、みんな周り見てたんやけど、俺、10時には寝てたし、回線は回線でメールしか送られへん回線やったから、見る手段がなかったんすよ。ハガレン夕方放送じゃなかった。その場合は、マジで俺が悪い。まあ、部活やってたっていうのもあるか。野球続けたらどうなってたんやろうな、俺。ずっと愚直に素振りを続けて野球をやっていたら、あったよね。そうよな。年俸4桁億。結構フィジギフあった。いやー、体ちっちゃかったからな。でも、足は速かったわ。あと、肩も強かったから。で、あと、バットビヨンド使ってたから。でも、野球の話配信でしたら荒れるからな。プロ野球とか。まあ、トーマス。おい、いつの話してんね。でも野球最近見てないからな、わかんないんよね。どこが強いかも知らんわ。でも、大谷は歴史の証人として見てもいいかなと思ってる。一平って誰ですか？人の金でギャンブルする人の気が知れへんけどさ、でもどのぐらいそれで増えた時気持ちいいんかなっていう興味はあるよな。アデコーチ競馬で90万当てたし、ちょっと借りるか。なんかあれ、ありえない馬を先頭にして当てたんでしょう。ナミュール出てなかった？あの試合。ナミュールマジで可愛いんよな。ナミュールは俺がもう初めて競馬場で見に行った時に、何の馬の知識もないからパドック見て可愛い馬決めようと思って、一目惚れしたのがナミュールなよね。で、単勝1万円入れて、こいつは来ると思ったら友達にそれ一番人気の馬やぞみたいな。硬いな、みたいな言われて。いや、マジか。運命なんやなと思って、ボロ負けしたな、あの時は。どこにおるか分かれへんかった。負けすぎてて。でも、なんとなくやけど、パチンコとかはガチでイライラすると思う。絶対俺パチンコハマったらあかんのよな。勝つまでやるからさ。だから俺がパチンコやめるときっていうのは、口座の金がゼロになったときなよね。ちょ、ごめんね。5万だけ貸してくれへんか？ファイト君。パチンコってめちゃくちゃ演出出して、ドッカンドッカン、ボカンボカン、テレレレ、熱い熱い熱い、うおー、負けだから。
クソうざいやんそれ。そう考えたらサムちゃんすごいんよな。人生で3、4回ぐらいしかパチンコ行ってないけど、生涯収支プラス何万とか。パチンコって運ゲーなんでしょ。スロットはなんかあるらしいけど、実力浅いなと。いやいや、おらんやろ生涯収支プラス何万のやつここん中に、どうせ。いやいや、釘みんねんじゃなくて、延々の消防隊見たことないですね俺。私んちないの。みかんのお昼ご飯の弁当が手抜きかちょっと凝ってるかどうかで当たりと外れ。情熱の赤いバラン外れ。叩き壊すかもしれん俺そんな台やったら。バルブレイブで16万買ったぞ。ちょっとくれん。10万でいいわ。遠隔信じてるから初心者。おい、なんか惨めやって。そんなんやめてくれる？俺のリスナー、やっぱもうちょっとこう屈強な人間を集めたいわ。なんなん遠隔信じてるからパチンコ台とかで。お金ってどっから、玉、あ、このボタン押せば玉が出んねえや。やめてもらっていいですか。友達のじいちゃん釘師だったから絶対買ってくる。すごくね、絶対買ってんの。でも俺 CG やってたからな、防犯カメラ見つけたら売って壊しちゃうんよな、癖で。Twitter、間違えても配信で載せられへんわ。Twitter 開くときマジで OBS ウィンドウキャプチャーオンになってないかマジで確認するもんな。いや、エッチなんだよね。最近そのブックマークの内容を振り返りませんかとか言って TL に出てくんのエグい、あれ。あと DM も結構俺エグい。いや、最近ちょっと DM バカになってるから気をつけないとな。初見で最近バイトでかなりミスをしてしまうし、就活が始まるプレッシャーやストレスがすごく、自分に自信が持てないです。でもね、バイトを受かってるだけすごいよ。俺8回落ちたからね、バイト。世の中にはそんな人間もいます。Can make Tokyo。 いや、海外行きたいなぁ。海外行くならどこ行きたいんですか？トルコ。なんでトルコ？いや、可愛い人多いから。南極行ってみたいんやけどさ、絶対行くハードル高いから無理なよな。見てみたくない？北極とか南極、自分の目で。宇宙もいつか行きたいんよ。10秒ツアーとかでもいいからさ、地球を見てみたいよな、外から。南極の環境ってかなり厳しいらしいぞ。それは、まあ、想像できるよね、でも。それは、なんかその、1000年前の配信じゃないねんからさ。優しそうに見えて厳しいらしいぞはわかるけど、南極はもう厳しいだろ。 iPhone の天気のアプリに南極登録してるんやけどさ、今日はちょっとぬくい、マイナス42度。上着あった方がいいだろ、そんなレベルじゃねえ。てかさ、俺オーロラマジで見たかったんやけど。日本でオーロラ見れたの、いや今北海道旅行すべきやったわ。でもさ、2秒ピッピッってなってさ、ふぅつって店から出てさ、寒空を見上げたらオーロラ。死ぬだろ帰りに俺、ギャップで。わびさび、あんまわびさびをそんな万能な言葉やと思うなよ。太陽フレアが来ちゃってるからね、みんな。いや、あれはもう宇宙人っすよ。だって俺今日太陽フレアのせいで19時に起きたもん。おかしくない？だって5時に寝て19時に起きるって。睡眠学の権威柳沢先生やっけ、あの人も言ってたからね、人は必要以上に寝ることができません。ってことは、俺の問題じゃないんよね。消去法的に太陽フレア。でも、ショートスリーパーの9割は、マジでただの認識してない寝不足っていうのは、マジでそうやと思う、俺も。ショートスリーパーって言ってるやつ、何人か人生で見てきたけど、マジで眠そうやもん。俺が残りの 1% ってわけ。それ全員思ってますからね。エナドリも、できればやめた方がいいよね。あれもね。エナドリ飲むならやっぱみんなコーヒー飲んでほしいもん俺。缶コーヒーティアありますか？ブラックの缶コーヒーティアあるんですけど、ティアゴッド、タリーズのブラックコーヒー。で、それ以外、あと。缶コーヒーあんまり好きじゃないねんけど、タリーズはレベチやからうまい。なんならタリーズは箱買いしてる。案件待ってます。元タリーズ店員です。タリーズ店員だったので超嬉しいです。カフェの店員さんってさ、可愛い人多いからさ、可愛いんじゃね？なんか嬉しいね、そんな可愛い人が見てくれてんの。顔採用。え、でもスタバとか顔採用なんじゃないの？ブスは厨房。はい、言い過ぎです。カフェ店員ティアはタリーズ、スタバ、ドトール。タリーズってそんな可愛いの？じゃあ最強やん。スタバがマジで可愛いなと思うんやけど、タリーズもそうなん。へー。
人を外見で判断するの良くないですよ。